やはりまあフラットな状態で、まあ教科書的に本当に正しいコードっていうのを世界基準でどういうふうになっているのかっていうのを知りたくて受講しました。そうですね、まあ普段自分の臨床のまあ半分以上、1日の半分以上はエンドに追われる診療スタイルではあるんですけれども、それでもね、全然今回すごく勉強になりました。洗浄法の動的洗浄っていうすごいシンプルで簡単なテクニックなのにすごい有効だということを聞いたので、明日から全症例できるなと思って、で2ミリの上下動ですね、2ミリ の幅の上下動をしまして、臨床的には100回ぐらいあります。なんでこのことやってるかっていったら、空気を抜くことと洗浄液を根線、まで到達させるために100回上下動します。 And I count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 until I get。でまあ結局はこれが一番高かったんで、まあ、製造会社としては、まあ、こういう作ったものを買ってほしいんですが、まあ、実際は、まあ、その辺にあるものを使って、できちゃうんだということが分かります。で ET25 というのは一応破裂器具の除去としては一番優秀なんではないかと思います。まあ、その機材の利点欠点を、まあ、聞くと、まあ、なんかいろいろ欲しくはなっちゃいますけど、その中で取捨選択を自分で、していく、その基準が作れたのが良かったなと。